車にも心や遺伝子が存在するのではと思いたくなる。例えば趣味を同じくするこの親子のように。貴婦人という名のスポーツカーフェアレディ Z、 歴代モデルに脈々と流れるそのテイストはまるで遺伝子のよう。車という移動の道具でありながら恋人であり、女友達であり、そして母親のようなぬくもりのある存在。ずっとそばにいたい、こよなく愛し続けたい、そんなかけがえのない存在。愛しの Z、 世界で一番愛されたスポーツカーの33年物語。2001年東京モーターショー、日産ブースに現れたのは新型フェアレディ Z プロと、特別塗装の艶やかなシルバーを身にまとい、期待にたがわないスポーツカー特有のオーラを漂わせる。そして東京モーターショーからおよそ1ヶ月、 Z プロトが初めて公の場で走った。そのコックピットに収まっていたのは、かつて自らも Z を所有していたというカルロス・ゴーン日産自動車社長と、 Z の父ミスター K こと片山豊氏。この新しい Z にご期待ください。この二人の熱い思いが Z 復活の原動力となった。2002年7月、日産リバイバルプラン成功の象徴としてフェアレディ Z は見事に復活を遂げた。3万ドルで5万ドルの性能という破格の価格設定と性能、強烈な印象を与えるデザインは、まさに初代 Z の DNA を21世紀に蘇らせたと言っていい。新世紀の Z はそれまでの豪華仕様 GT というイメージをあっさりと捨て去り、シンプルでそれでいてスポーツ心を感じさせる大人のスポーツカーとして再生した。シャシーはV35 スカイラインと共通の FM パッケージだが、スポーツカーの走りを実現するため大幅にボディを補強している。6速マニュアルミッション仕様のバージョン ST は18インチタイヤが標準。ゴールドのブレンボキャリバーは R34GTR と共通。その他単造ホイールなど走りの装備に抜かりはない。エンジンは超低排出ガス仕様の 3.5 リッター NA エンジン。最高出力よりも実用域のトルクとピックアップを重視したセッティングで、いつでもどこでも気持ちのいい走りを提供するという。盗聴エキゾストマニホールドと排気効率の良いデュアルマフラーを採用。インパネの中央には初代 Z の DNA を感じさせる3連メーターが置かれ、メータークラスターはステアリングと連動してチルトする。バージョン ST はロングドライブでも疲れないホールド性の良いヒーター付きの本革パワーシートが標準装備。Z3 により100キロ軽くし100万円価格を引き下げるという課題を開発で課せられていた新型 Z、 その走りは21世紀のスポーツカーとして評価できるのか。筑波サーキットでそのポテンシャルをチェックした。
サーキットでの限界性能を引き出すのは新型 Z に興味津々のこの2人。新型 Z のために日産は独走マニュアルミッションを新開発、加えてレーシングカー並みのカーボンプロペラシャフトを全車に採用。AT にはスポーツドライビングを可能にするマニュアルモードを設定、完全にギアを固定しダイレクトな加速が得られる。オートマの方がシフトタイミングのシフトロスがなくて速いね。すごいね、オートマ車にしてはスポーツマインド漂いますね。このターンインの時にちゃんと入って、あとパワーをかけた時にうまく後ろがこう滑ってくれるっていう感じ。やっぱりこっちの方がショートレーションなんだな。最終コーナーと追いつくもんな。やっぱりマニュアルの方がいいんだよな。楽しさっていうのがこの Z にあると思うし、結構最近日本でそうこういうスポーツカーっていうか元気がいい車が減ってきてる中で、あえてこういう時代の中に逆行するような形で出してきたっていうこと、なおかつこの値段で作ってきた、そのエンジンの中低速トルクっていうのがコーナーの立ち上がりで、まあ映像でも出てると思うんだけど、そのリアのホイールをホイールスピンさせるような低中速トルクが、そうやって振り回せる楽しさっていうのがある。やっぱりパワーがない車いくら振り回そうと思っても車側にもうキャパがないわけで、まあマニュアル車の Z も十分今回楽しさっていう意味ではすごく満喫したと思います。Z オートマ、今回これは初めて乗ったんですが、サーキット走行で、オートマ車に乗るとどうしてもあここ当たらない、あそこ当たらないっていう部分が、たくさん出てくる中で、今回の Z に関しては、すごいレベルの、車じゃないかと。特にパワーかけてる方、パワーオン時の、ま、トラクションは全くマニュアル車と変わらないレベルにあるんじゃないかなと、パワー感を感じました。1969年、フェアレディ Z はオープンボディのフェアレディ SR311 の後を受け、ロングノーズショートデッキのクローズドボディに直列6気筒エンジンを搭載するスポーツカーとしてデビューする。 L20 エンジンをはじめ主要なパーツ類は他の量産車と共有するものもあったが、シャシーは完全にフェアレディ Z 専用。まだ高速道路もほとんど整備されていない日本で、あえてツーシーターの本格的スポーツカーを作り、それをアメリカで売ろうというのは大変なチャレンジだった。
当時スポーツモデルでも板バネのリアサスペンションが普通だった時代に四輪ストラットを採用、ステアリングギアボックスもまだ珍しかったラック&ピニオン、タイヤはいかにも頼りない14インチの極細バイアスタイヤ、現代の Z が18インチ245タイヤを履いていることを思うと30年という時間を感じさせられる。セドリック・グロリア用の L20 エンジンを Z の低いノーズに収めるため、ボンネットの中央は盛り上がったデザインとされた。SU ツインキャブの L20 はグロスで130馬力、現在の 1.6 リッタークラスのパワーしかないが、車重が1トンを切っていたため必要にして十分だった。ちなみに最高速度は195キロ、04、16秒9と発表されていた。随所に時代を感じさせるが、重いバッテリーをバルクヘッド近くに積むなど走りに対するこだわりも多く見られる。自主規制など存在しない古き良き時代のスピードメーターは240キロまで刻まれる。 ZL のミッションは5速、標準車の Z のミッションは4速だった。ちなみに新型 Z に採用された3連メーターはこの S30 がルーツ、左の時計にはストップウォッチ機能が備わっている。シートは簡素なビニールレザー、スパルタンな Z にはこれで十分だった。地盤のないアメリカに単身乗り込み、初代米国日産社長として Z カーの販売を成功させ、 Z の父としてファンの尊敬を集めるミスター K こと片山豊氏。93歳になった現在も自ら Z を運転するミスター K にとって Z とは一体どんな存在だったのだろうか。あの日産自動車には創業の時代からやっぱりスポーツカーを作ろうという気持ちがいっぱいありました。それはあの創業者の相川芳助がやはり車を作るなら性能のいい車を作ろうじゃないか、で世界中の 車メーカーがですね、やっぱり車を作る以上性能のいい車を作って、そしてスポーツカーをその何て言いますかね、一つの旗印にしてた、そんなことをやっぱり彼も考えてたんじゃないかと思うんです。私も非常にあのスポーツが好きで、もう会社に入った2年目から、このロードスターを買い受けて、そしてそれに乗ってずっともう楽しみました。そういう体験から何て言いますか、アメリカに車を売りに行く時もですね、やっぱりアメリカの市場を見るとアメリカの若い人も年寄りもみんな一緒になってですね、スポーツカーに乗ってるわけです。でそんなことでぜひ一つやっぱりアメリカで車を売るにはですね、実はその1967年に510というダットソンセダンができたんですけど、そのセダンの中にはですね、その鎧の中にちゃんとスポーティーなねアイテムを含んで、オーバーヘッドカムシャフトだとかディスクブレーキだとか、ああいうようなですね、もうサスペンションからそのスポーティーな性質を持ったものを出しておいて、でそれをテストしながら私は将来の何て言いますか、スポーツカーを夢見ていたわけです。でそれが、Z だったわけですね。私はデザイナーでもなければそのエンジニアでもないからよく分かりませんけども、しかし私がお客としてね、もし買うんだったらあんな車が欲しい、こんな車が欲しいという一つの目当てがあったわけです。それはやっぱりノーズが長くてね、そしてその何ていうか、乗るところがちょっと後ろの方にあって、そしてこう格好のいいスポーツカー、そういうのがヨーロッパにもありましたから、そのヨーロッパにあったような車のあんな車こんな車というのを混ぜ合わせて、そしてデザインする人たちにお願いして、
もしこれこういうものができたら嬉しいなと思いながら工場に通いましてね、1965年頃に大体のまとまりがして、そしてまあできたわけですよ。でそれをまあ見せられて、いろいろありましたけども、やっぱり一つ二つ三つぐらいこう見せるものがあって、見せられたんですけども、まあその中から私の好きなやつを一つ選びましてね、非常におこがましいけども、これだろうと、これなら俺売るよと言って、まあ、責任を取ったわけね。おかげさまでそれがね、当たったっていうか、皆さんその同意してくれたんで、アメリカでもやっぱりスポーツカー、ヨーロッパのスポーツカーというのはね、かなり高級車なんですよ。ですからそう誰でも買えるというものではない。で私はどっちかというとね、若い人から年寄りまでね、誰でも買えて楽しめるようなスポーツカーをね、どうしても作りたいということだったから、初めからやっぱり値段もね、そんなに高い値段でない、でしかもだけども内容は少しいいと。私はプーアマンズジャガーでも、あるいはプーアマンズポルシェでもね、構わないじゃないか、人が何と言おうとね、自分が乗ってる時にはね、ポルシェ以上のものであり、ジャガー以上のものであると、乗れるようにな車であると、人に言われてその左右されない、自分が自信を持って乗れる馬はね、やっぱり自分のサラブレッドだと、そういうふうに、まあ、自信を持って、売ってましたんで、車を発表して車の形が良かったばっかりでなくてですね、やっぱりプライスイズライトっていうか、その値段がねぴったりだったと思うんですね。そこら辺で、まあ、爆発的な売れ方をしたというのが、まあ、Z 成功の元じゃなかったでしょうか。やっぱり見て欲しいな欲しいなと思ってる人にね、その欲しい人の懐に合いそうなね車を提供するのは、やっぱり自動車メーカーの仕事だと思います。 Z の DNA を求めて歴代 Z を走らせる。走らせるのは Z 乗りの神様、柳田晴人選手と、その DNA を受け継ぐ次世代の Z 乗り、柳田正隆選手。まあさ、うん、今日は歴代の Z が来てるんで、すごいね、うん、すごいよね、うんうん、でこれ S3 432ってさ、うん、ツインカム、フォーバルブ、スリーキャブっていう、さっき見たけど、うん、ド迫力の、そうだよね、エンジンで、でこれでレースやってたわけよ、うん、でこの頃ってもうパワーステもないしさ、もうこれ今ももちろんついてない、ね、もちろん今もついてないけど、うん、いやこれでレース やってたんだけど、うん、もう自然と体力なんかついちゃうわけよ重くて、うん、今なんか片手で GT はね、そうそう、運転できるぐらいだから、うん、でこれが S30 っつって、うん、まあ、初代の Z で、うんうん、まあ、デビューした時はびっくりしたんだけどね。でこのエンジンが要するにそのまあエンジン自体スカイラインのエンジンなの、うん、GTR の、うんうん、でまあ日産としてはプリンスのエンジンよりは日産のエンジンでつって、この240Z、うん、はいはい、L 型エンジンっつって、うん、まあこれはエンジン自体は OHC のエンジンなんだけど、うん、排気量がでかくて、うん、しかもエンジンが軽いと、うん、でフロントのノーズが、うん、長くなって直線も速いと、うん、っていうことでバランスがいいって、うん、バランスが良くて、うん、これが主流になったわけ、うんうん、今日でもこんないっぱいあって楽しみだよな、ね、あるから、そうだから僕が生まれる前の Z とか、うん、まあいろんな Z あるんで、うん、すごいこれから乗るのが楽しみ。で昔はねこれレース用っていうのは、うん、今のノーマルとそんなに変わんないから、うん、バリバリに変わんないから、うん、うん、だからフィーリング自体はね楽しめると思うよ、うん、こんな苦労して親父乗せたんだみたいなさ、うん、当時 Z 乗れたら何でもレーシングが乗れたんだっていう時代があったわけ。そのぐらい難しかった、難しかった、うん、まあ反面楽しかったんだけどね、うんうん、それをコントロールするのね、そうそうそう、うん、1969年 S30 のデビュー時から設定されていたトップグレード Z432、 432とは
4バルブ3キャブレター2カムシャフトを表す。スカイライン GTR と共通の S20 エンジンを搭載する国内専用モデル。縦型デュアルマフラーが Z432 の証である。撮影者は渡辺のホイールを履いているが、432はマグネシウムホイールが標準装備。セドリック・グロリアが80万円程度だった当時、 Z432 の新車価格はなんと160万円。いかに高価な車だったか分かる。わずか470台しか生産されていないというのもうなずける。美しく磨き上げられたヘッドカバーに息を呑む。 GTR 同様、3連装のソレックスとステンレスのタコ足が標準装備。軽い Z のボディに S20 の威力はさすがに凄まじく、最高速は210キロ、04、15秒8とカタログに記載されていた。ステアリングは当時の定番アイテム、ダットサンコンペハンドル。インパネの奥に潜むスピードメーターとタコメーターのメモリがスパルタンな性格を物語る。三連メーターも走りに欠かせないアイテムだ。センターコンソールにはスロットルとチョークレバーが備わる。ヘッドレストのないバケットも当時の雰囲気。これは S20 ってエンジンで、排気量2リッターしかないんだけど、こんなでかいエンジンなんだよ。今じゃ考えられないよね。迫力があってね、すごい大きいよね。ノーマルでタコ足がついたり、ソレックスの、三連キャブがついて、まあこれはウェーバーがついてるけど、ソレックスの三連キャブがついてたわけよ。その扱いも難しいんだろうね。だから今と違って。今じゃこのキャブ調整する人ってのは少ないと思うよね。これだと車のバランスももうフロントヘビーで、ものすごくアンダーオーバー、ターンインでアンダーが出て、出口でダイヤオーバー、それをコントロールするのが難しい。そうそう、でもそれをコントロールできなければ速く走れない。速く走れない。だから今でいうドリフトを覚えたのは私はこの車だよね。これ当時のシートですかね。ステアリングはこれレース用の、あの当時のステアリングですね。あ、クラッチはこれなんか純正じゃないかな。ちょっと強化クラッチが入ってる模様ですね。うわ、いい音だな。やっぱ思い出しますね、これはね。このハンドルの重さ、まずサウンドでしょうね。すごくいいですよね。ちょっと下があのウェットなんでちょっと攻められませんけど、いやー、これも30年以上前の車ですよね。非常にメンテナンスがいいんでしょうね、これ。このアクセル踏んだ時に、ワンテンポ遅れる、これも何とも言えないですよね。あとそのエンジン本体の、ギアトレーンの音ですよね。まあ、ないもんな、こういう車が。このエンジンの振動がこの体に伝わるっていうのはいいね。またこれも Z の中でもこの432だけじゃないかな。なんて言ってもね、これそうそう、あの思い出しましたよ。レースで一番印象にもあの残ってるのは振動、当時、回転がレース用のエンジンっていうのは9500回転ぐらい回したと思うんですけども、非常に、振動が多くて、
8000回転ぐらいの振動がすごくてですね、クランからの、ミッションが折れかけたり、エンジンブロックが割れたり、ものすごくその、印象残ってますね。思い出しましたよ。何しろこのシフトレバー触れないんですから、振動で。四輪ストラットっていうのが独特のフィーリングですよね。当時リアブレーキはドラムだったっていう、このブレーキのフィーリングも懐かしいですよ。やはりキャブ仕様なんで、一気に踏み込むと息つきしたり、なんかメカニカル的なあれ、乗り方の様子がすごくあって、本当に楽しい車ですよね。なぜ昔思い出しました。輸出用の 240Z を国内投入することになり、432に並ぶ上級グレードとして設定されたのが 240ZG。 延長された G ノーズとFRP 製の四輪オーバーフェンダーが特徴的。全幅は60ミリ広がっている。 Z432 と比較すると出力は150馬力に下がったが、 2.4 リッターの大排気量のおかげでトルクが3キロ大きくなり、扱いやすくなった。最高速度210キロは Z432 と変わらない。ちなみに 240Z シリーズには G ノーズとオーバーフェンダーを持たない 240Z と240ZL もラインナップされていた。L24 と L20 の外観に基本的な差はない。標準装備のキャブレターは調整が楽な SU ツインキャブだが、当時の走り屋のオーナーたちはこの撮影車のようにウェーバーやソレックスに交換することが多かった。このエンジンはタコ足も装着された、いわゆるソレタコデュアルという L 型チューリングの定番メニューが施されている。ただ L 型エンジンはターンフローのため、タコ足はキャブに隠れてほとんど見えない。まずグランドツーリングカーレースにはフェアレディ 240ZG が出場。ゼッケンに柳田選手がポールポジションを取りました。70年代当時のサーキットは通常の時計回りとは反対の逆回りでレースをすることもあった。富士スピードウェイの場合、有名な30度バンクを使わない 4.3 キロの短縮コースを逆回りに使用していた。このレースは2座席スポーツカーのレースとしてファンの人気を集めていますが、上位3台の順位は全く入れ替わらずゴールを迎えます。ゴールです。グランドツーリングカーレースでは今年もフェアレディ 240ZG が上位を独占しました。これ 240ZG で、はい、私が一番自分で言うのもおかしいけど活躍した車こちらね、うんうん、これは懐かしい、本当に懐かしい、うんうん、当然普通の街乗りでもこれ乗ってた。街に乗ってない、乗れないよ、高くて高くてそんな収入なかった。あ、うん、でも、うん、気持ちよかったね、レースは、うんうん、これももう中もう最初からこうやってレース用にするために、うん、もう当時はフェンダーから何センチまで出ていいってオーバーフェンダーつけられるわけ、うん、だからもともとこうやって純正でオーバーフェンダーつけるついてるわけ、うん、でさらにまた、まあ、さらにもうこんなでかい、うん、これの3倍ぐらいあるフェンダーつけるこれ私はやはり雨の日のレースで、
雨の日のレースがすごく多くて、活躍したっていう、まあ、活躍したって自分で言うのおかしいですけども、思い出があります。やはり、L 型エンジンになってエンジンのトラブルが非常に少なくて、リタイアも、エンジンのリタイアってのは少なかったですね。おお、軽いわ。やはりこのハンドルの重さっていうのは昔思い出しますね。やはり432からこの L 型に変わって非常にトルク型のエンジンになって、操縦しやすいっていうか、フロントの重量も随分変わって操縦性良くなりましたよね。当時思い出すな、そういうことを。あとこの G ノーズになって、富士の直線で10キロぐらい最高スピードが変わったんですよ。多少重くなるんだけど、要するに風の抵抗で直線速くなった方がいいってことで、G ノーズつけてレースに参戦してましたよね。いやー、このウェーバーのキャブとか思い出すな。我々がこれでレースやってる頃っていうのは、最後はクロスフローのエンジンで、2.8 リッターまでボアアップして、レースやってました。非常に、トルク型のエンジンでパワーがありましたよね。いやー、この車エンジンが調子いい。素晴らしい走りだ。本当に30年前のエンジンと思えないね、これ。L 型もいいね。危ない危ない、調子よくて。この1トンないこの S30 のシャーシっていうのは、やはり 240-2400cc ぐらいのエンジンでも十分なんだね、パフォーマンス的には。こういう軽いボディを作ってほしいよな、スポーツカーだったら。輸出用の S30 は 240Z から 260-280 へと排気量が大きくなった。74年にはホイールベースを30センチ延長した4人乗りの 2x2GS30 が登場。75年、50年排出ガス規制により SU ツインキャブは EGI に変更。そして76年、マイナーチェンジにより51年排出ガス適合車となり、型式名が S31 に変わる。エンジンは排気ガス対策が施されたナップス仕様になり、スポーツカー冬の時代が到来。最高出力こそ130馬力と変わらないものの、車重は1135キロと重くなってしまった。76年に追加された最上級モデル ZT は電動リモコンミラー、パワーウィンドウ、アルミホイールを標準装備。かつてない豪華仕様の Z だった。70年代初頭、 Z432 で国内レースを戦っていた日産ワークスは、大排気量のトルクと耐久性が特徴の L24 を搭載する 240ZG の登場で、トラブルが多く扱いが難しい S20 搭載の Z432 を諦め、主力を 240ZG にスイッチする。このマシンは大森ファクトリーで製作された GTS 仕様のテストカーだ。市販車とは別物のクロスフロー仕様の LY ヘッドを搭載。現役当時には EGI 仕様も実戦に投入されていた。2001年、長い眠りについていたワークスマシンは再び目を覚ますことになる。ニスモの手によりレストアされ、富士スピードウェイによみがえったのだ。さ、 240ZG 乗ったじゃん一緒に。去年ね面白かったね。あれはある意味強烈で、
その僕にとって初めてこういうガシの車を乗る、レースカーを乗るっていうのですごい新鮮だった、逆に。だからステアリングの重さだとか、そういった車の動きとか、今のレーシングカーには絶対ない。こういう車はね、体力勝負だから。そう、確かにね、ステアリングも重かったし、あれで何周富士を。レースはね、300キロとか500キロとか、短いのだと25周とか、長いやつは300キロ。インパクトがもうすごかった、強烈だった、あのレースカーを乗った時は。富士の最終コーナーなんかね、切るっていうよりもこの切りながらここで足支えてんのよ、戻らないように。うん、それとかね、よくそのキックバックで突き指したり、そういうこともあったよね。パワーしてないから、もうパワーしてないから、富士なんかだと、雨降るとやっぱりね、300あるとか怖いから、ワイパーが動かない時あったのよ。で昔ってのはシートベルトガチガチしないから、こう頭出してこうやってこうやって、違う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 、あ、顔を出して、あ、乗ってた、乗ってて、そういう思い出もあるね。まあ Z があったからね、今 Z のショップもやってるし、できてるかなっていうのはあるけどね。240Z の活躍はサーキットにとどまらなかった。前年に510ブルーバードで総合優勝を勝ち取ったサファリラリーに4台の 240Z を投入。フォード、ポルシェ、ランチャーなど有力チームがひしめく中、240Z はサファリ初出場のマシンながらもワンツーフィニッシュを達成した。アフリカの砂ぼこりを直接吸い込まないように大型エアクリーナーを装着、サファリヘッドと呼ばれる専用エンジンを搭載していた。レース仕様と異なり、インパネはほぼノーマル。サファリ優勝時の姿そのままに保存されている 240Z。マラバを通過する11号車フェアレディ Z12 号車5位、Z はモンテカルロラリーにも姿を見せた。72年名手ラウノ・アルトーネンと現フェラーリ F1 チーム監督のジャン・トッドのコンビが3位を獲得。前年よりパワーアップしたエンジンが威力を発揮。若き日のトッドがフェースノートを読んだコックピット。ラリーコンピューターのない時代、ホイヤーの時計とハルタのトリップが頼りだった。アルトーネンのスティディなドライビングは 240Z を無傷でゴールさせた。2代目 S130 は初代のイメージを強く受け継いだが、リアサスペンションをセミトレーリングアーム式に変更するなど中身は大きく進化。エンジンは輸出仕様と同じ L28E が国内にも投入された。そしてマイナーチェンジで初のターボモデル 200ZX ターボが登場。エンジンはセドリック、グロリアに搭載されたものと同じ L20ET、2.8 リッターモデルと同じ145馬力を発揮した。しかし Z31A のフルモデルチェンジにより1年足らずで生産終了。貴重なモデルとなる。ボンネットにはタービンを冷却するダクトを設置。アメリカ市場を意識した T バールーフが設定されたのもこの2代目からである。吸気系と排気系が同じサイドにあるターンフローの L20 は比較的ターボ化しやすく、エンジンルームも整理されている。タービンはギャレット T02、 ただしインタークーラーはない。インパネも初代のイメージを残しているが乗用車的になりつつある。オプションで当時流行のデジタルメーターも用意されていたが、読みづらいと評判は良くなかった。派手なシートはマンハッタンカラーに合わせたもの。
すごい特徴的で、自分も今回初めてこういう、歴代の Z を見るんですけど、83年の S130Z ですね。僕がまだ、4歳ぐらいの時の車なんで、乗るのがすごい、これから乗るのがすごい楽しみです。お、なんか年季が入った感じのシートですごいワクワクします。おお、結構パワーあるんだな。5000回転ぐらいまで回してます。結構パワーがあるんで、今走り始めすぐなんですけど結構びっくりしてます。今3速で回ってるんですけど結構トルク感もあるんでこんなに速いとは思わなかったですね。あ、思ってた以上すごい普通に走る。コーナリング中もまあまだスピードが80キロなんですけど普通に安定してるし問題はないんじゃないかなと思う。はい、おお、してるんですね、本当に。あ、すごい、これはびっくりするぐらい。昔もこういった感じでちゃんと走れるんだな。やっぱりこのターボ車っていうことでトルク自体はこんな違和感なく普通にこういう上り坂でも今3速ホールドなんですけど登っていくんですよ。こういうワインディングの道を走る分には全然問題なくすごいパワフルなんで乗っててすごいその年代を感じさせないぐらいすごい楽しい車でしたね。乗ってて本当楽しいです。今、S130ターボ乗ってきました。思ったよりですねすごい昔の車だから乗りづらいのかなとブレーキ効かないのかなとかエンジンパワーないのかなとか思ったんですけど実際乗ってみるとですねすごいエンジンもパワフルだし自分が生まれたぐらいの年でねこういう車があったらすごい遊べて楽しかったんじゃないかなっていう、感じがします。結構自分の中では思った以上のその車の総合的なポテンシャルっていうのがねあったんで乗っててすごい楽しい車でした。 S130 は 2.8 リッターと2リッターの2本立てで78年にデビュー。排ガス規制のために大幅パワーダウンしたエンジンに苦しめられた。アメリカでは V8 ツインターボ750馬力のグループ5の Z が活躍した。Z31 はフェアリー Z として初めて V6 ターボを搭載。国産車でついに200馬力を大きく超える230馬力を得る。2リッターと3リッターの VG エンジンに加え途中から直列6気筒の RB20DET セラミックターボ搭載車も追加。6年の生涯ながら搭載エンジンの数、ボディデザインの大きな変更など歴代 Z で最もバリエーションに富む。撮影者は後期型の NA3 リッター DOHC エンジンを搭載する 300ZR。 86年のマイナーチェンジの際にアメリカでデザインされたエアログラマラスボディに進化。3リッターモデルは張り出したブリスターフェンダーのおかげで完全な3ナンバーボディになった。一段と豪華グランツーリスモ路線を突き進むことになる。エンジンは VG30 を DOHC 化した
NA3 リッターの VG30DE、 ツインスロットルや吸気抵抗を低減するエアークリーナーの採用、エキゾースト系のチューニングにより3リッターターボの 300ZX に迫る190馬力を発揮。それに対応してフロントブレーキをツインピストンキャリパーで強化している。レッドゾーンは6500回転と低めながら中低速のレスポンスが良く、スポーツカーらしい小気味良いシフト操作が楽しめる。オプションで選ぶことができた16インチの50タイヤは日本初の設定。より豪華により乗用車的になったインパネ、シートもオプションでレカロが選べるなど、ラグジュアリー路線を強めることになる。私もあのこれの思い出っていうのは、あの NA の3リッターっていうことで、非常に、エンジンボンネット開けてみると分かるんですけども、すごく迫力のあるエンジンで、印象っていう印象はありますね。重量がすごく重くなっちゃって、走りのパフォーマンスっていうのは非常に、難しかったです。いや、それぞれ思い出しますね。 T バーになって、この車種も確かアメリカでかなり売れた車種だと思いますね。この思い出っていうのは、私はこの3リッターよりも2リッターの、直列6気筒の、エンジン、ターボ、付きの、の方を思い出します。っていうのは、そのエンジンにかなり、タービンをですね、変えましてですね、かなりパワー上がったっていう、それも楽しかったっていう印象がすごくあります。確か3リッターよりも全然、パワーも上がって、速かった、ものすごく速かったっていう印象があります。あ、ただこれエンジン調子いいな、ちょっと攻めちゃおうかな。今は練習カーまで全部パーツがついてますからね。昔とはえらい変わりましたよね。フロントストラットのリアがセミトレになって、非常にそのなんていうんですか、動きも良くなって乗り心地が良くなったっていう感じしますね。ただやはり S30 に比べたらこのロール感がものすごいですね。もうこの31になってから本当に今の現行の Z に近くなってるっていうフィーリングっていうか、乗りやすさっていう、ドライバーをオーナーを選ばない車になってんじゃないかな。Z もこの31になってからかなり、乗用車っぽく、セッティングされた車になってますよね。もう女性でも楽に乗れるっていう、乗り心地も良くて、非常に、ちょっと今までの Z から方向が違うかなっていうのはありますけども、っていう高級感があります。前期型の Z31 は非常に直線的なデザインが特徴。 V6 が高級車の証だと言われていたが、当時まだ VG エンジンは全てシングルカブだった。そのシングルカブの VG30ET をチューニングし、ローラーシャシーに搭載してイムサ GT 選手権に参戦したのがこの日産 GTP-ZX ターボ。マシン開発とレース参加はアメリカのエレクトラモーティブエンジニアリングが担当。市販車のエンジンをベースにチューニングし650馬力を発生。このエンジンの信頼性は高く、85年にルマンに挑戦した日産のグループ C カーにも搭載された。 Z31 の国内レースでの活躍はなかったが、85年全日本ラリー選手権で上岡正夫選手がドライブする 300ZX は2勝を挙げシリーズチャンピオンを獲得した。V6 専用として開発された Z31 だが、スパルタンな Z を求める声に応えるため85年
セラミックターボの RB20DET を搭載した 200ZR シリーズを発売。4代目 Z32 はバブル真っ盛りの89年にデビュー。1800ミリまで広げられた全幅は Z がスポーツカーより GT としての道を選んだことを物語る。エンジンは3リッター V6 のターボと NA の2タイプ。撮影者は Z32 にとって最後のマイナーチェンジを受けた後期型。この後期型が Z32 の生涯で最も大きな変更を受けている。フロントバンパーのデザインなどエクステリアのリフレッシュだけでなく、ボディ剛性を向上させるためフロアパネルの鉄板の厚さを変更。モデル末期の車にここまで大きな変更が加わることは異例。対向4ピストンブレーキや徹底した空力ボディなど Z32 は走りに回帰していたのだが、あまりにも大きく高級になりすぎた。VG30DE エンジンは Z31 と型式こそ同じだが、給排気系を型番ごとに独立させた Z32 専用タイプ。スロットルの配置など全くの別物である。途中新開発の V9 エンジンに交換することも検討されたようだが、 VG エンジンのために専用設計された Z32 のエンジンルームとシャシーではそれもかなわなかった。280馬力のツインターボの陰に隠れて存在感の薄かった LA の VG30DE。 インパネは歴代の Z の中で最もゴージャスな仕様。走りに特化したバージョン R はデカロが標準装備だが、 300ZX は豪華仕様のパワーシートが標準になる。89年に出た Z32、僕はこの時、ちょうど小学生低学年ぐらいの時だったんですけど、これがこの Z がなんかうちに来たのはこのぐらいからなんとなく覚えてるんですけど、まあすごいもうこのぐらいの Z になると顔も今風だし、ボディ全体もやっぱりね、今全然走ってて、気にならないっていうか、もう今の車っていう感じがするんで、まあこれはなんか全然違和感なく、なんか自分の印象としてはありますね。これもやっぱりターボがない割には結構回るんですね。まあ、エンジンも車の方もこれノーマル仕様なんですけど、この Z ができた頃はちょうど僕が小学校低学年ぐらいの時で、この車が僕が一番最初に自分で運転した車でしたね。ちょうどマニュアルで、まあその時ターボだったかターボついてないかちょっと忘れちゃったんですけど、それは覚えてますね。それを今こうしてこう乗ってみると、当時乗ってた一番最初に乗った車ってこんな感じだったんだなっていうのが、まあ結構すごい、これノンターボなんですけど、パワーは そんな悪くはないんですね。やっぱり低回転から、立ち上がるし、ちょっとでも車が巻き込むようなフィーリングがありますね。それがちょっと怖いな。乗ってて楽しいですね、こういう車は。スポーツカーっていうのは自分のなんていうんですか、フィーリングに素直に応じてくれて、その行きたいところに行けるっていうのが、行きたいところに行けてここで加速したいって時にちゃんと加速してくれるっていうのはすごいやっぱり乗ってて、楽しいですね。Z32 は従来とは逆に 2x2 の方をメインにデザインを構成。
オイルベースで12センチ短いツーシーターはガソリン給油口の位置も異なっている。狭いエンジンルームに押し込められているのがツインターボ VG30DETT。 NA のツーシーターをベースに作られたコンバーチブルは92年にデビューしている。過去の Z の生涯においてサーキットで最も活躍し有名なのがこの 300ZX イムサ仕様。ゼッケン75番はシャシーナンバー007のスティーブ・ミレン選手のマシン。94年にイムサ GTS クラスのドライバーズチャンピオンを獲得しルマンにも出場。初出場ながら総合5位クラス優勝に輝く。エンジンはオリジナルの 300ZX と同じ VG30DETT をベースにチューニング。650馬力を絞り出す巨大なツインターボが目を引く。シャシーはスチールパイプで組まれたチューブラーフレーム、 Z の形をしたカウルをかぶせる構造になっている。ちなみにドアはないので窓からの出入りとなる。V6 ターボを搭載した 300ZX はレギュレーション変更によりターボの装着が禁止され、95年シーズンからインフィニティ用の V8 を搭載して戦った。 V6 マシンとしてはこの車が最後となった。まあ、うん、どう乗ってすごいね、うん、僕は S130とね、うん、Z3 に乗ってますんだけど、うん、いないとも面白かった。あ、まあ、素直にそのドライビングを楽しめるっていうか。なるほどね、うん、そのまあ歴代の Z なんだけど、うんうん、その昔を感じさせない、うんうん、もう単純に走っててねすごい楽しかったから。なんか走る前は、うん、なんか昔のだからっていう、そう緊張もしたしギクシャクしちゃうのかなと思ったんだけど、まあ、乗ってみるとねすごい、うん、楽しかったから、うん、まあ、ここにある2台がさ、これが初代、これ5代目現状の、うんうん、これはこれでまた味あるし、うん、古さ感じないよね、うん、デザイン的に、ね、そうデザインがね、うん、僕も思った。それはね、かなりやはり根強い不安がある、うん、要因だと思うよね、うんうん、やはりこっちはこっちでまた進化、新しいね、うん、やはり進化してるからね、うんうん、これはこれでまたそのスポーツ サーキット走行とかね、うん、本当に楽しい車で、うん、安全な車だから、うんうん、乗りやすいし、また一段とフィーリングも良くなって、そうそう、エンジンも、まあ、これも今日本当は乗ってみたかったよね。そうだね、いろいろ比べて、まあ、これはいつでも乗れるからいいけど、うん、今日の来た車乗れないからね普段。そう、うんうん、すごいラッキーっていうか、そうだよね、うん、やはり Z っていうのはね基本は変わんないよね。あ、僕もそれは感じた、うん、その2台乗ったけど、うん、基本のフィーリングはね、うん、似てるよね、うん、やはりその DNA っていうかさ、うん、受け継いでんだろうね、うんうん、非常に楽しかった楽しかった、うん、またこう1回あったら乗りたいね、うん、2人で乗りたいね、そうだね、うんうん、復活はないと思われた Z はどうやって蘇ったのか。Z33 の開発責任者である湯川慎二郎氏に話を聞いた。まあ、いろいろあるんですが、一つは日産の中でですね、Z の開発というのを止めなかったと、面々と続けてきたというのが一つですね。もう一つはやはり新しいその日産になってですね、日産のリバイバルプランのシンボルとして復活させるという大きな目標を持ってですね、やってきたことが今回の新型 Z のですね復活に大きく作用したと思ってます。謎に包まれた Z の先行開発車両を特別公開。試作車の実態に迫る。ミドルスポーツとチョロ Q GTR はですね、
基本的にはプラットフォームのポテンシャルを高めていくためのいわゆる施策だったんですが、当然その上に乗る車として我々は Z を想定して作ってたっていうのは非常に大事なことだったと思ってます。いわゆるその Z っていう非常にポテンシャルの高いスポーツカーを作るためにプラットフォームのポテンシャルをどれぐらい高めていく必要があるのかっていうのをですね、ミドルスポーツという車とそれからチョロ級 GTR でですねスタイルを重ねながらやってきたという部分なんですね。したがってその今の Z のですねプラットフォームっていうのはスカイライン、ステージやそして Z というふうにつないできてますが、ポテンシャルを決めたのは Z で決めたプラットフォームなんです。したがって非常に高いパフォーマンスを発揮できるですねそういう車に仕上がっているということだと思ってます。ミドルスポーツとですね、それからチョロ級 GTR は実はアメリカのアリゾナに持っていきました。でアリゾナにテストコースがございまして、そちらでですね現地の Z の関係者あるいはその当然北米日産の関係者を集めてですね評価会をしたっていうこともあるんですが、テストコースそのものの規模が大きいものですから非常に最高速まで最高速からそれから非常にそのタイトなハンドリング、さらにはそのいわゆる高いその温度環境下でのテストができるということでですね、これも一つ大きくそのポテンシャルを見ていくという意味では非常に大事なそのステップだったと思ってます。まあ、その中でその現地の人間をですね含めてその Z としての方向性をいろいろ確認してきたっていうのがアリゾナでやったテストの一番大きな目的でした。で最終的にはですねそのミドルスポーツという車をですね、諦めたっていうのがあるんですが、それはやはりその Z の持っているそのヘリテージなりあるいはその Z というブランドで、世界と戦うということに関してですねやはり4気筒の Z では戦えないという結論を導き出したというのが最終的な現地でのテストの結果だったわけですね。当然30年以上続いているブランドでありますし、世界中でですね数多くの Z ファンがいらっしゃるわけですから、 Z を復活させるといっても当然 Z の持っている DNA、いわゆる我々は Z ネス Z らしさと言ってますが、それを継承するということが大事だと思ってました。でただ、Z の DNA を継承するだけであればですね、初代の S30 に原点回帰したいわゆるレプリカの Z っていう手もあるわけですが、そうではなくて21世紀に登場する Z としてですねふさわしい提案性も持たせたいということでニューネスという言葉を設定して、この Z らしさという Z ネス、それから21世紀にふさわしい提案性があるニューネスというコンビネーションをうまく作ろうという形で Z をやってきました。でその中でですね最後にやはりスポーツカーとして求められるのは何かというとですね、我々は気持ちよさというキーワードに、フォーカスを当てて今回の Z を作ってきたわけです。したがって、どの道路条件であろうとあるいはどのその天候条件であろうと常に Z に乗っている限りは気持ちいいスポーツカーを味わえると、まあ、そういう方向性でですねこの Z を作ってきました。Z はですね発売して終わりというのではなくて、発売がまず私はスタートだと思ってます。それはやはり Z というスポーツカーをですね、ユーザーと一緒にあるいは我々作り手と一緒にですね毎年毎年進化をさせていくことで Z そのものが、大きくそのスポーツカーとしてですね完成させていくことができるというふうに思っているわけですから、Z はこれからもますます進化をさせるというのがまず大前提であります。それからもう一つ大事なことはですね、 Z の持っているポテンシャルをやはりお客様にアピールすることが大事だと思ってますので、そういう意味ではレース活動に出ていく打って出るっていうのは Z にとってもう一つ大事な方向性だと思っています。まあ、そういう意味では GT300 でですね、Z のレースをスタートさせますが、
Z についてはアメリカ、ヨーロッパも含めてですね、これからいろいろなそのレース展開をやっていきたいと思ってますので、ぜひ、ご期待いただければと思っております。スポーツカーだからこそレースに出て勝たなくては意味がない。初代 S30 がそうであったように、5代目 Z もサーキットでその存在意義を証明する。全日本 GT 選手権 GT300 クラス、そして世界のレースに向けて Z33 の GT 仕様のテストが進められる。ステアリングを握るのは21世紀の Z 使い柳田正隆。左ハンドル仕様でテストしているのは、世界のレースユーザーにコンプリートの GT マシンとして販売することを計画しているためなのか。久々に見る、Z の走り、やはりスポーツカーでやはりサーキットを走るっていうのは気持ちいいもんだろうな。うん、多分あの息子も楽しんでんじゃないかなと思うんだけど、まあやはり GTR もいいんだけど、やはりスポーツカーっていう Z でそのサーキットでレースをやるっていうのはかっこいいよね。まだまだシェイクダウンみたいで、全開じゃないと思うし、まあ、今日ウェットなんでね、全開できるかどうか分かりませんけどね、なかなか、直線のスピードとか、迫力、やはりスポーツカーいいですよね。やはりこれでやはりレースができるっていうのは本当に、幸せだし、楽しいと思いますね。まあ、将来的にもあのうちの子供にもね、Z 使いになってほしいし、なんとか、世界で一番速い、デッド使いになってほしいな。やはりターボじゃない NA のね 3.5 リッターっていう
エンジン、うん、やっぱりトルクがありそうでいい音してるね。僕にとっての Z っていうのはね、もう本当に、四輪始めてレース始めて18からの付き合いだし、あの世界で一番売れてる台数の多いスポーツカーです。これも今夢ですけどね、来年再来年この Z のワンメイクレースができたら、まあ、最高ですよね。何しろかっこいい、うん、Z は日々進化を続け、その DNA は未来へとつながる。復活した Z のチャレンジは今始まったばかりだ。